エドモン・エドゥアンは、フランスの画家、版画家である、パイコールド・カレー犬のブロー・ニュシュルメールの法律家、役人の息子に生まれた。はじめ音楽を学ぶが、美術に転じ、1838年に、パリのエコール・でボザールに入学し、絵画を、ポール・ド・ラ・ローシュ、版画を、セレスタ・ナント・ユに学んだ。1842年から、サロン・ド・パリに出展を始めた。 スペインやオリエンタルの風俗画や風景画を1882年まで出展し何度か入選した。1855年のパリ万国博覧会の展覧会に出展し2等メダルを受賞した。1845年から版画の制作をはじめ有名な画家の作品の複製版画を制作した。1847年には アドルフ・ピエールルルとアルジェリアを旅した。1860年代には、コメディ・フランセーズの劇場、パレロワイヤルのゴルディ・デ・フェイツの装飾画を描いた。パリ視聴者装飾画も描いたが、1871年の火災で失われた。1872年にレジオンドヌール勲章を受勲した。ありがとうございます。